民進党の今井正人でございます。前回の財務金融委員会で一つ宿題がありまして、平成27年9月4日近畿財務局で、会議が行われたかどうかについて、確認をしていただきたいということで、理事会の協議もしていただいたと思うんですけれども、昨日ですね、私は質問通りまで朝10時に終わって、もう準備万端というところで、おりましたら、財務局の方が、財務省の方がちょっと説明をしたいということで、総務課長さんが来られました。それで持ってこられたペーパーがこの1枚です。皆さんのお手元にもあると思いますが、確認しますが、私はその会議のがあったかどうか、有無を確認していただきたいということをお願いをしました。それに対する回答はこれですね。近畿財務局から財務本省には必要な報告は適切になされている。また必要に応じて財務本省と近畿財務局は情報共有を行っている。その上で国会でのご審議にあたっては財務本省において責任を持ってお答えさせていただいているところであり、引き続き丁寧な説明に努めてまいりたい。なお平成27年7月から12月にかけて契約上、国が有益費で支払うこととなっていた浅い埋設物および土壌汚染の除去工事が行われたところ、新たな埋設物は平成28年3月以降に発見されており、27年9月の時点で新たな埋設物の撤去費用を含めた土地の価格について議論されることはない。これは国会答弁で繰り返しおっしゃっていることをそのまま書いてあります。でいらっしゃった方に、それで、この池田統括官等に、この会議の有無を、確認していただけましたかということをお伺いしましたが、してませんということでありましたけれど、財務省さん、これ、確認はしてないんですか。なぜ確認をしてないんですか。佐川理財局長。答えさせていただきます。今、委員がお読みになっていただいた文書、これ、財務省の出典財務省と書いてございますが、私どもが、すみません、私が国会でご答弁させていただいておりますように、この時期、27年7月から12月にかけましては、これはもう契約上、国が有益費で支払うこととなっておりました、浅い埋設物や土壌汚染の除去工事が行われていたところでございますので、この間、この工事期間中におきましては、随時、その関係で、近畿財務局、大阪航空局事業者間で、工事の内容や費用等につきまして、打ち合わせが行われていたというふうに考えてございます。ここにも書いてございますように、通例、その財務局からは、本省に対しまして、必要な情報は適切に上がってきておりまして、また必要に応じて、本省と財務局で情報共有を行ってございます。したがいまして、その工事期間中、その個別の会議につきまして、私どもから改めて確認するということを控えさせていただきたいというふうに答弁しているところでございます。今井君。今、稲田大臣のところで大変大きな問題になっているのは、稲田大臣が、陸自には日本は残っていないということをずっと国会で答弁されていたら、現場の方で残ってたということが、ね、メディアが報じて、今、大問題になってますね。現場がを確認しないと、それは分からないから、これから特別監査ですかね、が入ります。現在、そういうことが起きてるんですよ、この国会全体では。ですから、私は現場に聞いていただきたいということをお願いしてるんです。こういう会議があったかどうかということで、今、前もおっしゃいましたけど、この池田統括官はまだいらっしゃるんですから、こういう会議があったかどうかぐらい聞く立場にあるじゃないですか、今だってそこに職におられるんですから、皆さんはいつも、もう今、そこの場の、職を離れて違うところをしているので、答弁できないとかいろいろおっしゃいますけど、今いらっしゃるんです。だから聞けるじゃないですか。どうしてこれを聞いていただけないんですか。こういうことを答えていただけないから、もうこの問題、延々とやらなきゃいけないんです。一つ一つ、もう解明しましょうよ、これ。もう一回確認してください。佐川理財局長。
申し上げます。先ほど申し上げましたように、この7月から12月にかけましては、その随時確かに会議をやっていたというふうに考えてございます。それで私ども本当に全国で、毎年数千件に及ぶ国有地の処分をしてございます。そういう中でそれぞれの現場においてさまざまな日常業務をしてございますが、そうした中で、先ほど、繰り返して恐縮ございますが、そうした中で、現場からは本省に対して必要な情報は適切に上がってきてございますし、必要に応じて情報共有もしているところでございます。従いまして、それぞれのその処分におけますその個別の会議につきまして、改めて私どもから確認するということを控えさせていただきたいというふうにご答弁申し上げました。今井君。この問題ですね、通常の案件と違うのはもうご存知でしょ。とうとう明日はですね、証人喚問まで行われるんです。5年ぶりです、証人喚問。ここまでの事態になっているわけです。そして籠池理事長一人が証人喚問に出てこられる。それ以外の関係者の皆さんは予算委員会の方で要求しましたけど、認めていただけなかったんですが、今いらっしゃるんですから、池田さんは。で、普通の案件と違うのもうお分かりですよね。証人喚問まで行われるんですよ。そしたら一つ一つ解明していきましょうよ、何が正しいか。だからこういう会議があったかどうか。で、私はですね、一つの仮説を持ってます。これは全然確証はありません。最初に平成28年の3月11日に、ゴミが見つかったといって、そこから14日に、検査に行って、それから10日後に買うとなって、それからすぐあっという間に見積もりができてしまったっていう、こんなね、1ヶ月でできるはずがないんで、何の力が働いてたのかなとずっと最初は思ってたんですけど、ひょっとしたら違うんじゃないかなと。これはすでに前から決まってたんじゃないだろうかと。だからこんなにスーッと1ヶ月間に物事が決まってしまったんじゃないだろうかと、というふうに途中から考えるようになりました。まだ分かりません、真実は分かりません。ですからいろいろ確認していきたいんです。で、ちょうどこの8月27日1週間前に視察に行ってますね、調査に行ってます。で、その1週間後にこういう会議が行われたんじゃないかということを今僕たちは確認しておきたいんです。ですから記録がないとおっしゃってるんだから、記録がないとおっしゃってるなら記憶を読み直しましょうよ。記憶を持ってる人がいるんですから、そこを本当にね、財務省さん、これ明らかにしてくださいよ。そうしないと明日ですよ、籠池理事長どういうことをおっしゃるか分かりませんけど、一方の話だけじゃダメだから、じゃあ相手方の話も聞かなきゃと当然なりますよ、お答えにならなければ。じゃあ国会来てもらって皆さん話してもらおうって話になりますから、そうじゃなくてご自分でそういうことを確認してここで答弁していただきたいと、そういうことをお願いしてるんです。ぜひお願いします。佐川理財局長。お答え申し上げます。8月27日の現地調査の話につきましては、その時に私ども近畿財務局、あるいは大阪航空局、現場関係者とその工事に関し現地確認を行ったということは承知してございます。それは先ほども申し上げましたように、7月から12月まで工事をやってございますので、その間7、8、9、10、11、12と随時関係者間で協議を行っていたというふうには考えられますというふうに先ほどからご答弁申し上げてございます。したがいまして、8月27日の現地確認があって、その9月にも会議をしていたかもしれませんし、10、11、12とその間ずっと会議をしていたということも当然工事の内容、費用の協議でございますから、その結果として翌年の4月にこの有益費の支払いを 1.3 億円、エビデンスを見ながら大阪航空局の方で支払いをしているわけでございます。したがいまして、その間会議があったというのはあっただろうということは、もう私から先ほどから何度も答弁させていただいていることでございますけれども、そういうことでございますので、その個別の会議についてということにつきましては、先ほどから申し上げていますように個別に確認は控えさせていただきたいというふうに申し上げている次第でございます。ちょっと速記を止めてください。
今井正人君。今ちょっとお話がありましたので確認したいですけれども、ちょっとこの場ではちょっと対応できないので委員長の方で一度引き取らせていただきたいということでお話を伺いましたが、はい、それでよろしいですか。はい、結構です。はい、後刻理事会にて再度協議をさせていただきます。はい、もう繰り返し申し上げていますが、私たちはとにかく何が本当だったのかを知りたいということでありまして、それなのに記録がないからわからないとずっと言われ、当事者がいるにもかかわらず当事者にも聞いてもらえないと、これ本当にね、こういう態度は本当に私は不遜だと思いますよ。繰り返しになりますけど、本当に今回防衛省で起きている問題と本質的にはね、対応としては一緒なんです。稲田大臣がずっとそこで答弁されてたら全然違うことが内部から出てくるという報道があって、それをこれからその当事者たちに調べるっておっしゃってるんでしょ。それは調べるという対応はいいと思いますよ。ですから同じじゃないですか。私たちはそこに現場におらっしゃる方にぜひ聞いていただきたいと、こういう話がありますからと、こういう情報が来ましたから聞いてくださいと、ヒアリングしていただきたいと言ってるだけです。それで本当じゃなければ本当じゃないって言って、それでおっしゃればいいだけの話でですね、聞く必要がないっていうのはそれはあまりじゃないですか。ちょっとひどすぎますよ。だから委員長今引き取っていただきましたので、またぜひ協議していただきたいですけど、これ与党の皆さんだってさすがにこれはね、なんとかならんのかって思ってらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ゼロ回答ですからね、ちょっと本当によく考えていただきたいと。で、これだけ答えないとなると逆にここに何かがあるとやっぱりみんな思ってしまうわけです。答えない、ここまで固くなりガードしているっていう、これね、今までいろんなこの森友問題のことやってますが、一番硬いんですよ、ここが。私もいろんなところでこう質疑してますけど、他はまだ多少なりとも答えるんですが、ここだけ何にも答えない、岩盤のように。だからここが疑わしいって余計思っちゃうんです。ということですので、ぜひもう一度考え直していただいて、しっかり、聞き取り調査をしていただきたいということをお願い申し上げておきたいと思います。それと昨日今日でちょっと大阪府の松井知事がいろんなことをおっしゃっておられるので、ちょっとこのことも確認しなきゃいけないんですけれども、松井知事の方では、今、その学校の認可を下ろすときに、つまり、土地を購入するということが、前提になっていて、でそれをもとにやったつもりなんだけども、財務省さんの方から、いや、これはもう土地を買う前提だというようなことを伺ったので、われわれ OK と言ったんだというふうにおっしゃってます。で、昨日のぶら下がりというか、記者会見では、2015年1月に答申を出す前、財務省近畿財務局から口頭で森友学園に売却するという見通しが担当課に伝えられた、国から売却の見通しを得ていたため、所有権が移るとみなしていたというふうにおっしゃってます。で、今日も先ほど会見されまして、2013年9月に財務局の職員2人が府庁を訪れ、学園から土地購入の要請があることを告げ、認可したと文書でもらえるのはいつかと質問があったと。国有地を売るときは文書の通達のみなのに、わざわざ来たと。誰が聞いても売却する方向であるというふうに捉えるであろうというふうにおっしゃっておられますけれども、財務省さんはこうやって府庁の方に訪れてですね、森友学園がこの土地を売却するという意向をお伝えになられたんでしょうか。佐川理財局長。お答え申し上げます。まず冒頭申し上げさせていただきたいと思いますが、私ども公的な用途で国有地を処分する場合には、まずは事業の許認可主体の判断が示されることが前提でございまして、それを受けて国有財産の地方審議会におきまして、処分の相手方や処分方法について審議を行ってございますので、我々27年の2月に国有の地方審議会をやる前にですね、この年について、何らかのその処分をしますとか、約束をしますというようなことはございません。それで今、はい、委員の
委員のご指摘の、その松井知事のお話、私ちょっと詳細は存じませんが、その9月の12日にお越しになり、というお話がございましたが、私ども25年の6月から9月まで公的取得要望を受け付けておりまして、その結果として、大阪府からも豊中市からも要望はなく、この森友学園からのみ要望が出されたわけでございます。私どもですね、通常全国の財務局におきまして、学校法人、あるいは社会福祉法人、いろんなその公的用途での国有地の取得要望があった場合につきましては、まず財務局が事業の許認可主体である地元の自治体に足を運びまして、自治体の意向を伺います。そういう一環として、その10月の11月でございますが、私ども通達にですね、まず公文書で、その相手方のその地方公共団体、いわゆる許認可団体に対してですね、その地域の整備計画との整合性等に関する意見の紹介を出すというふうにルールを決めておりまして、そういうものも公式に我々文書を出してございます。いずれにしても本件私立の小学校を新たに設置するということでございまして、近畿財務局、近年こういう私立の小学校の新たな設置という事例もありませんでしたので、9月の初めに公的取得要望を学園側から受け取りまして、まずはその私立小学校の設置、認可したいでございます。大阪府に足を運びまして、事業の内容、関連する法令、大阪府における基準、手続き等全般についての内容の確認を行わせていただきました。いずれにしても私立小学校の設置は認可主体である地方公共団体の判断が前提でございますので、当然その認可に関する手続きとか標準的なスケジュール等についても話を伺ったものと考えられますが、いずれにしても私どもから、地方審議会で国有地の処分が確実に行えるとか、国有地の売却を早く進めるためにその私学審で何か答申を出してほしいとか、そういった要請をすることということはございません。今井君。じゃあもう一度確認しますが、その、象徴していないというのは、私に9月としか言ってませんけど、そちらは9月12日とおっしゃってたので、そちらの方がよく詳しいんじゃないかなと思いますけれども、その場で、審議会でその買う予定になっているとか、そういうことはおっしゃらないって今、それは確認しましたけれども、森友学園が、この土地を購入するというような話は、そういう話はしたんですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。9月の25年、9月の最初にその森友学園側から、そもそも初めからこの貸し付けで、この土地を処分していただきたいというご希望が先方からございましたので、そういう意味では、いずれにしてもこの土地をその唯一、府も市もない、唯一のこの学校法人からの要望でございましたので、これにつきましては先ほども申しましたが、通例、私どもそういう要望が食いませれば、事業の許認可主体に足を運んで、自治体の意向を伺ってございます。そういう意味では別にその財務局がその地方公共団体の足を運ぶというのはもう通例でございまして、何か珍しいことでも特別なことでもございません。でそういう意味では、この取得要望が来ましたので、11月にきちんとその通達上の措置をするために紹介を出しますが、その前に先方に足を運んで、初めてというか、近年その事例のない、初めてと申しませんが、ちょっと調べてございませんが、近年その事例がなかった私立小学校の新たな設置ということにつきまして、大阪府に確認を行ったということでございます。今井君。いや通常の手続きで行かれたということはそれ理解してます。で問題はそこで何をおっしゃったかということなんですけれども、それでその今、当初から貸し付けっていうことだというふうに、話だったとおっしゃってますが、同じ話の流れの中で取得要望があったとおっしゃってますね、今。貸し付けがあったのと取得要望があったのって違うんじゃないですか。取得ということは購入したいということじゃないんですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。取得要望ですが、最初は貸し付けをして、そういう収支計画の中でも、非常にお金がそのたまって、買い受けに移るということについてのご希望を向こうがしておったということでございます。前井君。いやいや、私は松井知事じゃないので、それは後で松井知事をやっていただければ結構ですが、事実関係確認したいだけなので、松井知事はやっぱり財務省さんは、それは森友学園がこの土地を購入するという話だと
受け取ったので、認可を出したというふうにおっしゃっておられるという、そういう趣旨だと思うんですね。ですから、取得要望がありますと、これは貸し付けですということをちゃんと説明したんですか、それとも取得要望があるということだけお話をすれば、当然買うんだろうなというふうには、普通は相手は受け取りますよね。そこはどういうふうに説明されたんですか、貸し付けでやるんですということまで説明されたんですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。私ども先ほどから同じ単語を使っておりますのは、国有地を処分するにあたりまして、公的取得要望、公的取得要望と申してございますが、それは、その地交代とか、そういう公的な社会福祉法人とか、学校法人とか、そういうところに国有地を処分することについての要望を受け付けるものを、私ども公的取得要望というふうに総称して読んでございます。その中で、先方は学校法人森友学園のみのその取得要望が出てきた中で、当初は借地で、その後はその購入でということのご希望でありましたので、その9月の時点で大阪にいたときに、その私どもの、その財務局の職員が詳細どこまで行ったか、ちょっと現在承知でございませんが、少なくとも要望書の中にはそう書いてございますので、そういう、こう森友学園の要望書の中にはそういうふうに書いてございますのでですね、そういうその取得要望をしたいと、その中で最初は借り受けて、それから買いたいということを先方申しておりますので、そういうことを大阪府に申し上げても、それは別に不思議はないということだというふうに考えますが、ちょっと詳細、そこまでどこまで説明したかについては、今承知してございません。今井君。今、詳細を承知してないということですから、これも、当時の方にちゃんと確認していただけますか。その申請書をちゃんと見せて、これを貸付でやるんですということを説明されたのか、取得要望がありますということだけでお話をされたか、ここも単なる行き違いなのかもしれませんし、こういうこと一つ一つはっきりした方がいいと思いますから、それもちょっと確認していただけます。佐川理財局長。公的取得要望の中身についてですね、我々は貸し付けといって、それから買い受けるという要望の中身を知っておりましたので、大阪府に伝えたと思いますが、その点については、近畿財務局に確認したいと思います。今井君。じゃあ、それまた返答お待ちしております。それともう一点ですね、財務省さんはですね、この問題が発覚してからも森友学園側ともいろいろやり取りをしてらっしゃるというふうにお伺いを、ご答弁をされていると思いますが、これはあれですか、籠池理事長ご本人とずっとやり取りを、されておられますか。やり取りが今でもあるということは伺っているんですけれども、それは籠池理事長ご本人ですか。佐川理財局長。お答え申し上げます。何度も申し上げておりますが、まず28年6月までの、その売買契約が締結に至るまでの面会等の記録につきましては、これはもう保存期間の関係で残っておりませんということは、何度も答弁をさせていただいてございます。それで先日、参議院の予算委員会の視察でございましたですけれども、その時にその近畿財務局の方に先生方お見えになられまして、その時に近畿財務局の担当者から、今年の2月以降、報道があって以降ということでございましょうが、本年2月以降に森友学園と近畿財務局がやり取りを行う中で、必要な記録については残しているものもあるという旨を説明したということでございまして、近畿財務局と森友学園での接触は当然、2月以降ありました。ただその中で、その先方がちょっとそのこう代理人でいらっしゃった方なのか、その理事長本人なのかということについては、現在承知してございません。今井君。それも確認していただけますか。ご本人なのか、代理人、例えば弁護士の方なのか、そこはちょっとぜひ確認したいんですけど、確認していただけますか。佐川理財局長。近畿財務局におきまして、その時の説明では、その必要なその面会の記録については作成しているというふうに聞いてございますので、どういう記録なのかについては聞いてみたいと思います。今井君。面会記録はどなたかあったかというぐらい、それは書いてあると思いますから、森友学園と書いてしか書いてないということはありえないと思うので、
どなたが来られたかということをちゃんと確認してください。それちょっとまたご回答いただきたいと思いますが、よろしいですか、その回答いただくということで。佐川理財局長。はい、申し上げます。必要な記録は残っていると、必要な面会の記録はその2月のその報道以降残っているというふうには聞いてございますが、ちょっとどういう書類が残っててですね、それがその開示不開示との関係でどういう関係になっているかについてはちょっと精査をさせていただきたいというふうに思います。マイク。いや、だから精査をした上でご報告いただけますか。佐川理財局長。情報公開法上の観点から開示不開示について精査をした上で、その件についてまた調べさせていただきたいと思います。今井君。なんか慎重ですね。ぜひそれは教えていただきたいと思います。それで今近畿財務局のことをおっしゃってましたけど、森友学園さんはあれ以降本省の方とはなんかコンタクトはあるんですか。それは一切ありませんか。佐川理財局長。申し上げます。処分の売買契約の相手方でございますので、基本的にはずっと近畿財務局がその協議を行ってまいりましたが、その2月のその報道以降、さまざまなその、報道がございましたので、場合によってですね、私どもの本省の職員から、先方のその代理人であった方にですね、事務的な連絡があったということは聞いてございます。マイク。最後は聞き取りなかった、そういう事実はあったということでよろしいですね。はい、佐川理財局長。お答え申し上げます。先方のその代理であった方に事務的な連絡をすることはあったというふうに聞いてございます。マイク。今やり取りはあったというふうに伺っていますけれども、これも明日の籠池理事長がこのことをおっしゃるかどうか分かりませんけれど、財務省さんの方から、10日間ほど身を隠してくれと言われたと、話があって、具体的に、名前まで出てきてます、島田氏という方で、これは本省の課長補佐の方だと思いますけど、私もお会いしていますが、この方も含めて、こういうことを言ったかどうかは今日は聞きません。コンタクトはあったということですね。この10日間隠れていたって言ったんですかということを聞いてませんから、コンタクトはあったということですね。佐川理財局長。お答え申し上げます。委員、そういうふうに言及されますと、やはり誤解生まれきますので、あえて申し上げますが、先方の代理人の方がですね、その雲隠れといったような発言につきましては、財務省の他の方からもそのようなことを言われたことはありませんというふうに報道各社に公表しているということは承知してございます。その上で申し上げますが、私どもの課長補佐がですね、先方の代理人であった方と連絡を取ったことはございます。今井君。はい、連絡を取ったことがあるということは確認しました。最後に一問、ですね、簡単にお答えいただきたいんですけど、これもし、今とにかく返還を求めていますが、さら地にして返してくれということをおっしゃっていますが、仮にですけれど、これ、他のところがこの土地ごと買いたいと、建物ごと買いたいということで、そういう申し入れがあった場合には、建物をさら地にしないで、スルーですね、他の方にこうやって売却するっていう、こういうことはありうるんでしょうか。佐川理財局長。申し上げます。現在、私ども、森友学園との売買契約に基づいて、先方に先日通知をしたところでございますので、どういうことが起きるか、まだよく分かりませんので、仮定の話についてはお答えできません。マイク。ちょっともうちょっと詳しく聞きたかったですけれども、時間が来ましたので、本日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。